はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。外役実況チャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、皆さんのヒーローフラッシュっていうスキル、ウィルリンクスのね、ヒーローフラッシュっていうスキルあったじゃないですか。ヒーローフラッシュっていうスキルを使った外役デッキっていうのがあまりにもなんかうざすぎて、あのヒーローフラッシュっていうのにスキルの修正が入るっていうのはリミットで言った通りなんですよ。主にトラップカードのコスト確保に使用されているためヒーローデッキでのみ使用できるように下方修正しますっていうことでね。どういう風な、スキルになるかっていうと、自分のターンで数えて2ターンごとに、ターン開始時に以下の順番でデッキ外からカードを手札に加えるよう、で、ヒートハート、エマージェンシーゴール、ライトジャスティス、オーバーソウル、ヒーロークラッシュみたいな感じで加わっていくんですが、このスキルはデッキのモンスターが全てヒーローモンスターで、ヒーロー通常モンスター4種類以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用されるっていうことで、あれなんですよね、ヒーローしか入れちゃいけないよっていう、まあ、そういう、縛りがつくんですよ。で、じゃあこれからは例えばね、ウィンダで耐久するとかできないですし、あとマッシブウォーリア横で置いといて耐久とかできないんですよ。じゃあどうすればいいかということで、私新しくね、作ってきました、ヒーローフラッシュ外役デッキをね、それがこちらです。外役フラッシュということで見た目キンモ、デッキの見た目キンモっていうね、これが新たなるね、外役フラッシュデッキです。気持ち悪いでしょ、対戦したくないよね、俺もしたくないわ。ヒーローモンスターしかメインデッキ入んないんで、まあエアーマンとかね、ネオスとかこの辺の通常、これはちなみにスキルの条件でこれ入れられると満たせないんで入ってるんですけど、この辺を入れて、でエアーマンで、まあ、サーチしてデッキの中のゴミをね減らしながら、手札コスト系のカード、まあ、天罰とか因果切断とかを入れたり、あと煉獄の落とし穴とか落とし穴とか分断とか波紋とか、こういうカードを使って相手をいなしながら、まあ、結構ヒーロービートもワンチャンして勝つみたいな、そんな感じの、デッキになっています。ヒーロークラッシュ死んだかなと思ったんですけど、まだいけますね、正直まだいけますいや、いけちゃダメだろみたいな感じなんですけど、まだいけるんで、とりあえず皆さんこの、クソみたいなデッキのね、動画を見ていただいてね、こんな人間にはならないようにぜひねしていただければというふうに思いますので、早速やってみましょう。デュエルスタンバイ、外役最高、デュエル最高、全てをぶつけ合おうぜそのセリフ、このデッキ使ってるやつが言っちゃいけないセリフだろ、絶対。全てをぶつけ合おうぜはね、このデッキを使ってるやつが言ってはいけないセリフ第1位ですね。デモンズレスランスいいでしょデモンズレスランスデッキは結構相性は悪くなくて、これなんでかっていうと、魔法トラップカードに対戦もないんですよ、あの人たち。モンスターを処理する方法は結構いっぱいあるんですよね。スカーレットノバやら、デーモンズやら、デモンやら、これから新しいパックで出てくるエンマリュー、レッドデーモンとか、まあ動画にしますけど、またレッドデーモンとか、あと、ダークエンドドラゴンとか、あの辺ね。あと今後出てくるであろう、スカーライトとか、レッドデーモンズスカーライトとか、ああいうカードはね強いんですけど、基本的に全部モンスターに弱いんです。あ、モンスターじゃない、魔法トラップに弱いんですよ。なんでかというと、魔法トラップに干渉する効果じゃないので、まあ、アビスが来たら、レッドデーモンアビスが来たら、魔法トラップにも干渉してくるんでめちゃくちゃ強いと思いますけど、まあ、あれは結構ぶっ壊れてるレベルなんだけどね。ただ多分ね、現状のレッドデーモンズデッキ、まあ、リゾネーターデッキだと多分ね、魔法トラップにそんなに干渉してくるカードないと思うんですよ。なんで多分サイクロンとかコズミックサイクロンが多めに積んでいるデッキじゃなければなんとかなると思います。ライトニングボルテックスも一応引いてるし、なんとかなんですよね。モンスター全部突破するよりも多分これ刃物バリア踏ましょうが強いと思うんで、刃物のバリア、強いね、相手は割と。デスカリバーはね結構強いんですよ。これ全部で殴ってくるんじゃないかな、全部で殴ってくると思うんだよね、これ全部で殴ってくると思うから、この刃物のバリア踏ませますか。セットで、セットで、セットで、これでエンドで天中食らそうぜ。3体も展開して6100で1人だけなんかデュエルをスタートしようとしてるチーターにちょっと天中食らうぞ。波紋のバリアー、ウェイフォース、波紋失踪、波紋失踪だと、うれーっつって、逆はそれ、波紋失踪だとっていうのは相手か、逆に言うと。お、なんかエンドサイクするか、エンドサイクきついな。6シンクロされたところで別にそんなに困んないし、今
でデスカリバーナイト多分このまま殴ってくるんじゃないかなと思うんだよね。これ4と8で、まあ、一応、次のターンはデスカリバーがいるんで、ワイルドワインドの効果使えませんから、何なら使ってくんねえかな。墓地のワイルドワインドの効果使え、墓地のワイルドワインドの効果使え墓地のワイルドワインドの効果使え。ちなみにこれからはリゾネーターを戻さないとデモンズレゾナンスっていうスキルが発動できなくなるんですよ。なのでそんなに簡単にね、なんだろう、手札、まあ、リゾネーターモンスター、リゾネーターカードか、リゾネーターカードを2枚引かないといけなくなりますね、これからは。まあ、ゴールリゾネーターとなんか、どっちかとか。ちょ、早くして遅延行為やめて。どうした、思いっきり楽しもうぜ。はい、じゃあ、帰っていただいて。さよなら、ヒーロー最高、デュエル最高セッツがグレイマンセット、グレイマンセット、あ、シロー次のレッドライジングを天魔します。はい、ワイルドはいいや、ワイルドはワイルド止めたところで止まんないかもしれないし、レッドライジングをまあ止めればいいんじゃないですかね。レッドライジングを止めて、レッドライジングを止めて、で、まあ、盤面掃除してあげればもう何もできないでしょ相手。さあデュエルを楽しもうぜ。はい、クリムゾンリゾネーターいいよ、クリムゾンリゾネーターの効果発動いいよ、でワイルドワインと特殊いいよ、で2体でシンクロ召喚、レッドライジングに天罰っていうから天中クリムゾンリゾネーターいいでしょ、クリムゾンリゾネーターのカードデッキ戻しながらワイルドワイド持ってくる。はいはい、これね本当はリゾネーターを戻さないといけないんで、相手結構ね要求値高いんですよこれからは、まあ、それはいいですよ。だからこれからのリゾネーターデッキはこのなんだ5ターン目に開始しづらくなると思うわ。初手はいいわ、初手はリゾネーターいっぱいいるから、だけどこの5ターン目に返す方法がかなり難しいと思うわ。要はリゾネーターをリゾネーターリゾネーターワイルドワインドっていうハンドルにしないと、あ、リゾネーターリゾネーター何かっていうハンドルにしないといけないから。え、レッドライジング効果使わないの？効果使わないんだったらこれ底なし落としなんじゃない？効果使わないんだったら底なし落としなんじゃない？天罰読みしてきたなんてやるじゃん、まあ、とりあえず落とし穴掘っといたわとりあえず落とし穴掘っときましたけども大丈夫ですか？あ、オッコアイズアドバンスダルマン、あ、はい、ほい、さよなら、オッコアイズアドバンスさよなら、ビリビリビビ、はい、バカオン。デュエリストとしての誇りはこんなもので潰すことができる。やっぱデュエルは最高だな。何もしないけどほとんど。あ、サバタリさん、サバタリさんじゃないですか。スーパーウルトラギガ、スーパーウルトラハイパーギガリンクサバタリさんじゃないですか。ありますね。これとりあえずなんか普通にネオスみたいなのですよ。一般的なネオスみたいなのですよ。そこそこネオス。これ妖戦銃かな。ちょっと妖戦銃が一番きついですね。妖戦銃だと割とこのバウンス効果がかなりきついが、セット。俺はこれでターンエンド。マジか。ターンエンドマジか、ターンエンドマジか、波紋のバリア、あ、でも光んねえな、光んねえな、なんだあれ、波紋か、波紋か、あれ波紋か、波紋めんどくさいな、波紋だったらターンエンドなんだよな、これ守備にしとく意味ある、守備にしとく、これあれか、こういう風に殴ればいいか、バーストレディ召喚してこれで波紋のバリアケア、多分あれ波紋ですね、はいはい、あんたはあれ波紋ですね、あれは波紋のバリアで、まあちょっと妖戦獣くんたちいっぱい出てきちゃうんですけど、まあなんとかなるでしょう。インガセさん分断の壁あるし、まあ分断の壁ちょっと効かないんでね、妖戦獣はちょ若干そこだけ心配かなっていうところですね。分断の壁で妖戦獣の攻撃力をゼロにしても結局あいつらエンドフェーズにどんどん持ってくるんですよ。だから分断の壁全然効かないっていう話があるんで、面白くはない。じゃあエアーマンで、じゃあエアーマンで、え、死ぬけどあなた大丈夫、あなたその波紋のバリア僕割っちゃうけどいい、大丈夫、僕のデッキねエアーマン入ってるんだよ
あれ、あれ死ぬんじゃね。一応、こっちから殴って、あ、なんかあるね、なんかあるね、あ、ボールあんだ、なるほど、ボールか。あっち、あっちだったら、ちょっとケアして、今ね、お掴みになりました。大谷翔平くん、弱っ、沢谷さん、ハイパー、クソダコ、ゴミクズ、ウルトラ沢谷じゃん。さあ、お相手の方、トマト。クラゲ VS トマト。クラゲ VS トマト、ジグリ3倍。なんでさ、ユーヤだけ野菜になったんだろうね。遊戯は人手でしょ、海鮮系、海鮮っていうか、まあ、海の生物だったんですよね、いつもは。人手、遊戯が人手で、10代がクラゲで、で、ユーセイがカニで、ユーマがエビだったんですよ。なんか急にさ、なんでトマトになったの、髪型。そ、海鮮系で、お、なんか可愛いの来た、レインボーって来た。あ、こいつ、あの、リンクスだとスケール8だから優秀なんですよ。お、やばい、魂のペンギュラム3体、やばい、3体はやべえ、3体はやべえ。最強デッキで草。